さ、もともと勉強できない方だったのに、親に好きなことを全部犠牲にして、勉強を強制され、いい大学企業に行きましたが、好きなことでも向いていないので、毎日仕事が辛くて仕方ありません。今だったら何が好きなことなのかもはやわからなくなりました。子供もいて、女で荒う方で特殊な能力もないので、転職もできないし、絶望的です。向いてる仕事はどうしたら見つかりますか、ということなんですが、向いてる仕事なるものはこの世に存在しませんね。なので、自分が、今やってる仕事とか、あるいはこれからの仕事を向いてる仕事に変えていくことはできます。ジョブクラフティングという考え方ですね。で、これに関してはですね、鈴木優さんの、科学的な適職という本に詳しく書いてありますね。それぜひ見てみてください。で、あとはですね、子供もいて女で荒法で特殊能力もないので転職もできないって言ってる時点で、これ自分で勝手に思い込みで潰してますよね。別に子供がいて女性で荒法でも成功してる人はいくらでもいます。投資で成功した人もいるし、副業で成功した人もいるし、元コンサルタントで、子供がいるからってことでですね、子供が学校に、ね、出かけている間のですね、家事をしなくていい時間、2、3時間だけで、企業のコンサルタントをですね、やって、それでですね、めちゃくちゃ稼いで、そういう同じ境遇のお母さんたちを集めてですね、その企業を大きくしたですね、経営者とかもいるわけなんですよ。で、特殊な能力もないっていうのですね、もうなんですけど、特殊な能力って何すかね、特殊な能力って何すかなんですか特殊な能力って。錦織圭とかさ、ね、スポーツ選手とかのトップレベルになるんだったら特殊な能力いるけど、はっきり言います。特殊な能力いりませんよ、成功するためには。当たり前のことをですね、気の遠くなるような時間続けられる能力あればいいだけなんで、これは誰でも作れますんで。